はい、こんにちは、松岡と申しまーす。今日も楽しくプラレールやっていきましょうということで、今回紹介するプラレールはこちら、都営新宿線1300型、かっこ4次車ということで、とうとうですが都営新宿線のねプラレールが発売されるということになりました。非常に嬉しい。私都営新宿線ね、唯一ね、都内の地下鉄、中南路線あるんですけども、都内の地下鉄でね唯一全区間乗った列車がねこちら都営新宿線ということでね、都営新宿線のプラレールいつか出ないかなと思ってたらね、やっと出ました。非常に嬉しいということで見ていきましょう。まずは箱からでございます。はい、プラレール都営新宿線1300型ということでですね、4次車なんですけども、現在都営新宿線のこの1300型っていうのは5次車まで出ております。次車っていうのは顔も形が違うやつが8両で、その重量が2次車なんですよ。で、3次車になるとこれになるんですけども、側面がね、確かね、青色しかないんだよね。青色しかないやつが3次車なんですよ。これが僕、昔プラレールで改造したやつですね。で、4次車っていうのがこの緑色が入ったやつでございます。で、5次車っていうのはね、まあ、全く一緒なんですけども、中の内装がちょっと違うんじゃなかったかな。確かそんな感じだったと思うんですけども、まあそんな感じでね、結構変わってるということで、ちょっとね、裏も見ていきましょうか。裏こんな感じですね。はい、新メカ。新メカと思いきや、新メカなんですけども、これスイッチのそのオンオフしかないやつですね。本当に最近のものになります。2スピードじゃないみたいでございますね。炭酸電池を入れて遊ぶようです。あのね、プラレールはね、精神年齢3歳未満の子はね絶対遊ぶなって書いてありますね。タカラトミーから発売されている都営新宿線1300型でございます。はい、こちらのプラレールなんですけどもね、ちょっと開封する前にちょっと言ってきますが、ヨドバシとかビッグカメラとか上新とかそういう家電量販店ではね取り扱っておりません。こちらはね、都営のとある限定の駅に行ってそこで買うっていうパターンですね。売ってる場所どこだっけ、箕輪橋とか売ってると思うんですね。箕輪橋とか、あと僕はね、たまたま都内に出る機会があったので浅草橋でね、買うことができました。でね、最近なんですけども、ほぼ1ヶ月ぐらい前だと思うんですけども、なんとね、都営もね通販をやり始めて、グッズはそこで買えるようになりました。やっと、ほんと最近、マジ最近なんですよ。この2020年のね、ほんと9月の半ばだったと思うんですけども、その時にグッズ通販でできるようになりましたんで、確かね1万円以上買うと送料が無料になったはず、そんな感じだったはずね。最近は通販も充実しているということで、都営新宿線のプラレール、ちょっと長々話してしまいましたが、一個ずつ見ていきましょう。はい、ということで開封してみました。いや、これ最高でしょ。これめちゃめちゃかっこいいんですけど、まずは先頭車から見ていきます。はい、先頭車の前面でございます。あ、色いいね。グレーなんだね、やっぱここ。そっか、グレーか。僕ね、改造するとき真っ黒に塗っちゃったんだよね。グレーになっております。はい、最高。行き先は確定新宿ということで、新宿行きなんですね。はい、ここ側面、はい、緑と青色でございます。はい、側面もかっこいい。ここ、なんつうの、窓は、はい、くり抜きされてません。はい、裏側ですね、裏側。で、こちら側面、そして屋根。あー、屋根、クーラーすごいね。なんかがっつり、なんかもうリアル、超リアルなんだけど、素晴らしい。これ番号書いてあるね、10609ということで、早速ね、開封っていうか、下のネジ開けて電池入れてみたいと思います。動力見ると、あ、ガチのあれですね、ワンスピードのタイプになっております。メイドインベトナムですね。はい、ということで、いつも使っているエネループをね使って、ちょっと動かしてみようかなと思います。今まで違うね、なんだろう、電池のプラスマイナス逆だわ。いつもさ、プラスがこっち側でやってたんですけど、逆なんですね。もうマイナスがこっちでプラスこっちか。はいはいはい、これ間違いないようにつけたら電池早い、意外と早いね。こんな感じか。いやー、これね、ほんと都営新宿線いいよ。ほんとに素晴らしいね。続いて中間車見ていきましょう。中間車はパンタグラフが2個ある車両でございます。最高。はー、緑色の塗装かっこいい。あー、いいね。側面こんな感じで、台車、車輪もこんな感じか。はい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 、メイドインベトナムと書いております。パンツ扉はこんな感じになってますね。かっこいい。あー、最高ですね。パンタグラフも意外とね、こうしっかり作られてます。このデザイン素晴らしいと思います。そして後尾車でございます。はい、後尾車、確定新宿行き、テールライトもついております。10カーと書いてますね。
あ、確かに書いてあるわ。あ、重量編成なんですね、ちゃんと。うん、16,000と書いております。はい、何編成目が60編成目か。え、なんか8編成ぐらいあるんで、8か9編成ぐらいいた気がするんだよね、この四次車っていうのは。まあ、それの一番最後の車両かな、ちょっと分かんないけども、まあいいや。そんな感じでですね、都営新宿線のプラレールがとうとう発売されてね、僕はめちゃくちゃ嬉しいということで、ささっとね走らせてみたいと思います。はい、ということでですね、こちら都営新宿線13,000型の四次車をね、ちょっとだけ走らせてみました。京王線とね走らせると、とても良い、非常に良いのでね、京王線のプラレールもね、京王百貨店とか京王レールランドね、買ってみてはどうでしょうか。ということで今回はこれで以上でございます。最後になんですが、こちらですね、プラ列車カードを紹介するの忘れてたんで紹介させていただきます。ただの厚紙でございます。うん、都営新宿線の13,000型、ぜひね乗った方、今後乗る方ね、ぜひ注目してみてください。ということで今回はこれで以上でございます。他にもね、いろんな動画ありますんで、そちらの方もよろしくお願いいたします。ということで今回はこれで以上でございます。ここまでご視聴ありがとうございます。また他の動画でお会いしましょう。またねー。